鏡の前にあるリンゴ、これ実際リンゴから出た光、道筋はこうね。でも鏡の向こう側に見えるでしょ。だから人間って光がまっすぐ進んできたと思うから、ここにリンゴが見えると。つまりここに波源が存在していると考えると便利なんですよね。でこの問題も一緒で、ここに波源が一つあります。でこの波が直接届いたり、ここの壁で反射してこう届いとるんですけど、考え方としてこの壁の向こう側に同じ距離離れたところにもう一個波源があって、ここの波と干渉してるって考える。括弧1番ではこっから壁を反射して B に到達するまでの時間を出しなさいってことやから、壁の向こうの波源から B に到達するまでの距離割る速さを求めたらいいと。ほんならこの図形的に、こっからここまでが4ラムダ、こっからここまでは2分の3ラムダ、2つ分やから3ラムダね。なこれ3対4対5やから、ここの距離は5ラムダ、距離5ラムダを速さ V で割れば時間が出てくると。で、まあ、V イコール F ラムダ、これ代入したら F 分の5っていうふうに得られますよと。続きまして、この元の波源と鏡の向こうの波源っていうのは壁の種類によって同位相だったり逆位相だったりするんですけど、今回この壁は絨毯、絨毯ということは山でぶつかってそのまま山で跳ね返るから位相のズレがないんですよ。だから同位相の波源やと思って考えたらいいわ。だから干渉条件は入れ替わらない干渉がここに起こるってことね。でその干渉条件で大事なのは左辺経路差ですけど、黄色の方は4ラムダ離れてて、オレンジの方は5ラムダ離れてますから、その差はラムダですね。半波長の偶数倍ということは強み合っております。で一般に式で書いたら2分のラムダかける2m やから、この m が1の強め合う点ですよっていうのが b の位置ということがわかると。大事なのはこことここ、つまり波源間にできる定常波なんですよ。このグラフどっちも実線で描いてるから、どっちも山やと思ってたら、こっからここまでが2分の3ラムダだということは、波 1.5 個分しかないから、山谷山谷のグラフでした。で波源間の波の様子を横から見てあげると、山が出発してます、ここは谷です、両端に黄色の波が進んでて、で壁の向こうの波源 O' からはオレンジ色の波が左に進んでいて、この O' 間には同じ形の波がぶつかり合っているので定常波ができていると、ね、でこの瞬間は非常に分かりやすくて、山と山がぶつかっている場所がめっちゃ山になり得る。だからここが原ですね。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 回答しないといけないのはここからここまでの間だけで結構ですと。で、ここから半周期時間が経ったら、めっちゃ山やった場所がめっちゃ谷になるんですよ。逆にめっちゃ谷やったのがめっちゃ山になりますから、ここ点線で書く場合がありますよね。別に実線でもいいよって名門には書いてくれてますけど、これがまあ一般に定常波を表す図ですね、はい、ある瞬間の合成波は実線です、半周期経った後の合成波が点線ですっていうのを描いたグラフで、特徴としては強め合ってよく振動する場所を波といって、元の波の振幅の2倍、波の位置の決定で一番大事なのは真ん中なんですよ。波源と波源の真ん中っていうのは、同位相の波やったら波、逆位相やったら節なんですよ、まあ、理由は経路差がゼロやからやけどね。だからここで行われている定常波も実は干渉の一種なんですよね。それから黄色とオレンジのグラフはたまたま波の位置が分かりやすいグラフやったけど、この瞬間から4分の1周期だけずらした図をちょっと書いてみて。4分のラムダ、これ波1つ分、ここで言う4メモリがラムダやから1メモリ進めた状況ですわ。でこれとさっきそこで書いた赤色のやつそっくりなんですよ、見た目。でもこれとあの赤色で書いた定常波の様子は全く別のグラフなんですよね。これは逆光2波のグラフ、逆向きに進む波がぶつかり合ってる様子を表すグラフで、
こっちの赤色で書いたやつは定常波の様子を表すグラフなんですよ。こっちは合成波、こっちはそれぞれの波を描いてるんですよ。でこっからじゃあ合成波かけるんですけど、この時にぜひ知っておいてほしいのは逆光2波の交点波ね。ここ黄色と赤がクロスしてるこの場所が定常波の波になりますよと。だからさっきほらここは谷と谷がぶつかってるから文句なく波やったやんか。でもここもちゃんと逆光2波の交点やから波って認識できますよね。っていうところでちょっとしっかり区別をしてほしいんですよ。この瞬間の合成波はこうっすわ。波の位置だって一瞬真ん中に来る時だってあるから、たまたまその瞬間だったってことやね。これは合成波で、こうやって波源間の波の位置が決まれば、この辺りにできる波線の位置が決まります。この定常波の波の位置であるここ通ります。定常波の波の位置であるここ通ります。ここ通ります。ここ通ります。山と山、谷と谷、山と山、谷と谷がぶつかってる瞬間が波の場所だって、この波面のグラフから読み取ることができるよね。で、まず大事なのはこの波源と波源の垂直二等分線のこの位置はビシッとまっすぐ波なんですよ。波源からの距離が等しい場所、等しい場所。これが M イコール0の波線なんですよ。経路差が0ね。まさにこの2分のラムダかける M イコール0やから、これが真ん中の波線ね。続きまして、これどこ通るか分かる？ここ、双極線なんですけど、はい、ここ通ります。なんででしょう？ M イコール0の波線、波で、ここが M イコール1の波線なんですよ。これで、なんでここが M イコール1かというと、さっきカッコ2番で半波長の2倍ってことは、これが M イコール1だっていうことがもう分かってるから、ここに M イコール1の波線が来る。M イコール0の一つ隣、黄色からのこの距離とオレンジからのこの距離やから、ちょうど1波長差があるから、ここ定常波も干渉なんですよ。じゃあ次の M イコール2はっていうと、まあ、この辺ちゃいます？これが M イコール2っすわ。じゃあ M イコール3はどこでしょう？もしここの波がもう少しこの右側にあれば、シュイーンみたいなこんな感じの波線だったと思うんですけど、ちょうど波源のところに波が来てるやんか。僕はこれ矢印書きたいんです。矢印書きたいんです。矢印書きたい。なんで矢印書きたいかっていうのも、ちょっとこちらご覧ください。この場所って黄色の波源が左に波出してるじゃないですか。で、壁の向こうのオレンジの波面も波を左に進めてる場所じゃないですか。だから逆光2波じゃないんですよ。常にこういう波ができて、これ自体が左にうね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 ってこう進む波なんですよ。ここで行われてるんですよ。で、さらに皆さんに分かっておいてほしいのは、ここだって同じ現象が起こっとるんですよ。つまり波線のところにはこのうねうねっていう振幅2倍の波がこうふわーっとこう広がっていってるんですよ。進行波です。カッコ4番で式的に理解してほしいんですけど、この辺っていわゆる強め合ってる場所なんですよね。だから経路差は半波長の偶数倍なはずです。確かに任意の点、ある点ね、これは波源から L 離れた場所って考えたら、でそれ差はやっぱり3ラムダやから半波長の偶数倍で強め合ってるというのが分かるから、まあ確かに強め合ってるんやなと。ってことはこれ波源と波源の距離で決まる。今回は半波長の偶数倍やから強め合った波羅線が来てるけど、もし半波長の奇数倍やったらここは不自然になって、ここはずっと変位がゼロ、ピタッとゼロの状態ですっていう。で、過去は節の位置を節線が通りますから、節の位置っていうのは腹と腹の間やから、ちょっと見にくいけど、ここが節ね、ここが節ね、ここが節なんですよ。だからここが節ね、ここが節ね、ここが節ね。だからここを通りますと、節線、節線、節線って書いたらもう分かるよね。腹と腹の間やから、これ1、2本、こっちは行きます線ね、この辺でなっちゃうから、2本ってお分かりいただけるかなと思います。